さあ皆さん、今日が何の日か、クリスマスイブでございます。クリスマスイブ、皆さん毎年何をしてますか？僕は毎年パチンコです。さすがにね、昨日は捕獲できなかったんだけど今日はいるべ。あ、いたいた、一人いた。はい、ジャイロサンタこんにちは。視聴者のみんな元気？はい、ジャイロサンタです。今日はね、皆さんにとんでもなく笑顔になれる動画をプレゼントしようと思います。そう、今もう打ってるんです、エヴァのカオルタイプ。うん、まあね、スマパチの方がいい、カオルタイプの方がいいって言ってたじゃないですか。先に言っておきます、手のひら返しそうです。どういうことかわかるよね。そしてジャイロサンタからみんなへのプレゼント、どういうことかわかるよね。そう、そういうことなんだ。うん、正直もうゲー吐きそう。はい、というわけでクリスマスイブ、皆さんどう過ごしてるかな。今日は僕は毎年パチンコだよということで、単純はい、おはようございます。毎年パチンコばっかしてるクリスマスイブ、今日はねシンプルモードで、シンプルモードでやった場合先読みが出なくなるってことなんで、こっちのカスタマー全部無効だと思って問題なさそうですね。まあレバブルインパクトフラッシュ、次回予告はカスタムされると思います。次回予告は当該で出せばいいだけなんでね、ここら辺のカスタマー有効になるかなと。ということで毎度毎度のスペックですけども、349分の1、 SD 突入率は素で 70%、 時短引き戻し考慮として 78%、 5% が10ラウンド各編、 65% が3ラウンドの各編、残り 30% が時短100回の3ラウンドです。右打ちは 99.4 分の1を163回転、当たれば必ず10ラウンド、継続率約 81%。なんで、一応あるんですよ CGA は。でカシウスの槍がぶっ刺さるとこっち行くのはあるけど、いやーこれはどうなんだろう。期待できない流れ、予告の時にこう行くのか。今まで CGA は3回当ててるんですけど、どれも熱い流れからしっかり当たってるんですよね。だからちょっともう CGA は当たんねえなーって流れでこっちに行って当たるバランスになってるのか、結局こっちに行こうが何しようが予告次第なのか。予告次第規制、うん、どうなんだろうね。今のような予告で当たるのかは分かんないです。でもちろんシンプルモードなのでチャンスアップが1個でもあれば当たってました。でシンプルモードエバースでもそうだけど、チャンスアップが出れば当たりなんですけど、出ないで当たることの方が多いので、今のはリーチ中は特に問題はなかったですね。ん、あ、これは出るんだ。ちなみにこれノーマルモードでも出したことなかったです。これはね、赤帯でも強いやつだった。信頼度はいくつだったかな、でも結構高かったはず。8か。で今回やたらね8がね当たりに絡んでるんですよね。当たるとき8多い。おっと、これはさっきより全然、これはあれだな、ネルフ艦隊だな。でバック側からチャンスアップ、シンプルなのでチャンスアップが出たら当たりでございます。テロップだったりね。あとイルミ、イルミも赤がチャンスアップ。あと最後デバイスですね、ボタンよりももちろんレバーボタンでも赤ボタンかどうか。でもシンプルなのでそれらは一切基本出ないです。だからここもボタンでも、これは当たってほしい、一発当たってほしい。ドン、痛かった。今のは、今のは折れるぞマジで。イリッタタタタタタ、イリッタタタタタタ、
まあ、新エヴァが出てからまあ約1週間いろんなねサイトとか SNS とか見てると多く見られるのがエヴァースでいいじゃんおじさん、うん、もうそういう人はさっさ文句言わずさっさとエヴァースってのはバーカって話なんですよ、うん、エヴァースでいいじゃんおじさんはもうエヴァースの島から出てくんなバーカって話で本当に大嫌いあの人種エヴァ撃ったらバーカ今日は聖なる夜なんでこれで外されてます。あ、実は今日夜おきにのとこ行くんであるんですよ今日入れといたんですよもう1ヶ月前からはいありがとうございますちょうど1700発プラス3万円が解けましたやった4万円目ですやったいや昨日この台打ってたんですけど朝取られちゃってねすぐやめてたんですけどなんかさって取りに行くのも下水かなと思ってやめたんだけどさっさと取っときゃよかった多分これ昨日と変わりないから 19.5 から20ぐらいありそうだけどいやでもこっちの方がやっぱでっかいわいや無駄な金も使ってしまったほんと朝こっち座っとけば違う未来だったんだなって思うと悔しいただ今日の反省点は本当に開いた瞬間にやっぱ移動すべきだったねどっかからレバブル来たぞまさかカマホラレまさかカマホラレどこだいや俺の元座ってた大クセやったで5万円が消失しました5万円なくなったんですけどどうしましょうチョダマの1700発もなくなったんですけどゲー吐きそうなんですけどそろそろやっぱりデスタイム来てるね徐々に来てるね今時間ありますか今、自力で19連載したんで最後第3停止話してもらって焦点確定させてほしいんですよ武田くんさ、収集でやるときにトントンやられてビクッてする上になんか19連してるから台打ちしてくれってことこの今ある腐った引きの俺にやったるか最初はイラッとしたけどきっと武田くんは絵のために頑張ってくれてると思う変わるタイプはやったね、絶対勝ったね手のひらくるくるできないからさあ武田君19セット目どういう超えられるかまあ1回ぐらい余裕ですよっていうかこれあれあいつ無双転生じゃなくてここまで引っ張ってんのどうこれがパチンコってやつわかるスマパチはゴミですスマパチはダメだやっぱピーキだよピーキ3、4球ダメあ、断念最悪なイブになりそうですねあ、今7万円消えまして8万円目なおかつ有馬記念あるじゃないですか先ほどちょうどね有馬記念に合わせて食事休憩取ったんですけどいやほぼ完璧だった予想なのにそしてこっちは当たんねえしんあ、槍だこれこれ、あ、違う槍かこれが今のロング滑りってやつですね今日初めて来たやっと来たよ、なんか何時間待たせんのお前4時過ぎてんぞこの野郎ねえ、今回は槍基地のあたり全てこのリラックスが来てるんでこのパターンが出方かなで、リーチラインはいつも赤ですで、この後軍や初号機背景 OK これ当たりますねやったよ、ササニャン当てたよこれシンプルモードとノーマルモードで信頼度が変わってなおかつ400回転以降にしか基本出ませんで、ノーマルモードよりシンプルモードの方が信頼度が高くて 90% 以上ありますちょっと待ってなんでテロップ白なんだよ怖えんだけど外れねえだろうなカシウスの槍来てないからえあ、そっかそっか、ごめんこれシンプルモードだからチャンスアップ出たら当たりだからチャンスアップで基本出ねえんだ当たるよねおしびっくりした今ノーマルモードだったら死んでたねえシンプルモードなので赤テロップやは出ませんそりゃそうだよよかったよかった7万3000円6で当たったんだよね俺今って記憶飛んだけどってことは6かこれねリッチャンね
昇格しにくいイメージがすごい強い。リツコは今回これ図柄ごとに昇格率変わった。エバースって多分6はね、ほんと4件見てるんですよ。6のあたり意識しててね、意識してから4件全部通常で、8はね逆になんかラッシュに入りやすいイメージがある。まあ偏りかもしんないけどね。ジャスタイムタッチニュー、かなり上乗せできそうだ。2回転だけか、2回転かよしじゃねえよ、そんな2回転ごときの話で喜ぶんじゃねえ。はい、ノーマルモードシンプルモード打ちました。でエヴァアスエの方向に比べてノーマルモードはこっちの方が面白い。結論としてはノーマルとシンプルどっちがいいと思いますか？答えはノーマルです。シンプルモードに関してはアスエの方向の方が面白いと思います。何が違いのシンプルモードってなるんだけど、期待感の多さかな。一言で言うとワクワクのちょっとしたおっていうのが明日への方向の方が多かった。こっちのシンプルはただただ回してるって感じがする。まあ今日クソハマってるからもしかしたらいろいろあるかもしれないけど、法則見えてないだけでね、あるかもしれないけど、現時点では明日への方向、明日への方向のシンプルってさ、例えばシャッター閉まります、 ST 演出いきます、夕方になります、セリフ予告出ました、喋んなかったらギジル、喋ったとしてもシンクロレイ行ってからの0号機だったりレイ背景出たりには期待する。ちょっと夕方になっただけでドキドキがある。ミサトの部屋とか学校背景みたいな特殊ステージにちょくちょく行って、その1回転目におーリーチになるって思えるっていう、その激アツはないんだけど、そうそうちょっとした心の動くおがあるんですよ。9万円、最近ほんと金のすげえ飲むようになってきたな。最近実践ほんとやべえな。あーいいなー、ツイッターライテマンも帰ってんだ。何より羨ましいのが負けのマックスが最初から見えてんだよ。4時までで終わりだから、ほんとこう負けてもここまでだなって。で絵も心配することないでしょ、別に喋りも必要ないじゃん。いいよなそれで仕事になるなんて。何枚目でしょう、7 8 9 10よっしゃー。あのね、稼いでるから余裕でしょとかそういうんじゃないんですよ。勝ってきたから余裕なんです。でね、思い出したんですよ、僕去年確かこの日イブアズールレンでめちゃ負けたよね。で SAO で10万負けたよね。この間結局俺を苦しめるのは京楽産業さんじゃないかって。でね、京楽さんにいろいろ言いたいんだけど、まずね、オタクの台を一番愛して一番打ってるのは俺なのに、いつもいつも仕事はスケロクポコミばっか、仕事なんかよこしゃしねえ、仕事くれて真摯に気持ちぶつけたら出禁にするし、オタクの台はね、いつもいつも僕を泣かせて苦しめてきた。ウルトラマンもそう、ウルトラセブンもジョーズもゼニガタ平次ウィズ AKB も全ての台で僕は打ちながら突っ伏して泣かされました、あなた方メーカーの台に。これちょっと京楽さんにさ、2つどっちか選んでもらおうぜ。10億円の仕事を俺に振るか、3000万の慰謝料をよこすか、どっちか選んでもらおう。これも慰謝料だよ本当に。26年間ずっと苦痛を与え続けてる僕に対して。まだあと4時間もあんだけど閉店まで、やめてくれよおい。おい、あといくら負けんだよ俺。いいよな、今日生配信だったらガン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 スパチャ飛んでるんだろうね。あいつら引き終えとか言わせねえからな、マジでムカついてきた。日直さんなんか30万ですよ。スケちゃんとか多分ね、せせりさんはあれ会社員だからもらえてないと思うんですよね、あのスパチャを。でもね、あのスパチャもらってるような生配信者がハマってぼやくの見るとムカつくんすよね。ハマっても得してんじゃんお前らって。あ、これが視聴者の気持ちだ。多分俺ほらお仕事で売ってるからお金いくらか返ってくるじゃんって思われてる、そういうことか。だから俺らの負けが見たいんだねみんな。そうだからスケちゃんが実際ねスパチャいくらもらってるかとか、あれ生配信に取り付いてれば1日いくらかも分かるんだ。でも多分まあ今日16万負けるとするでしょ、スパチャで多分5万ぐらいはもらえると思うんだよね。いいじゃねえかスパチャもらってるんだからって言っちゃいそう。これかみんなが思ってること。すいません本当、やっとみんなの気持ちが分かったわ。
で、生配信者もそうだし、YouTuber もそうだけど、生配信とか来店だけで飯が食えるようになると、編集した動画作んなくなるんですよね。みんなどんどんそうなってるね。の山田作戦、五感データで発展先を決めるのよ。ごめんなさい、あの今こっちでいろんな台データ見られるんですよ。で、他の台のデータも見られるんで、僕が朝座った台のデータとか見てました。で、これが ユニコーンアタックみたいなもんです。あ、ストーリーのやつですね。これはストーリーでしょ。これあなた背景的にストーリーですよね。だから一つ目のパネルぶっ壊さなかったら当たりだと思います。6か、また通常かな。3、短期ではない。あれ、そうだよね、そうだよね、これネルフ艦隊だと思うんですよ。これちょっと待って、マジ当たってよ。ちょっと今109万9500円。で、緑のセリフが別のセリフだったらすっげえ熱いんですけど、どこのタイミングでそのセリフが出るかがまだ分かってない、すいません。さあ、チャンスアップはなし。シンプルなのでそうなりますよね。はい、復活。よし、クソ台で、あ、すいませんでした。でね、ちょっといろんな台のデータもうさ、逃がしてくれよ。現実逃避してもいいでしょ、この隣でさ。あので、ここの台データっていろんな人のデータ見られるんで、ちょっとね、自分を慰めに行ってたんですよ。俺より負けてる台ないからって思うじゃん。もう笑うしかねえんだよ、ここまで来たらよ。で、なんで今の外れんだよ、ふざけんなよ。で、多分僕が今一番負けてます。勘弁してくれね、来たでしょ。もう一度問うよ、君たちに。本当に11枚目、こんなの見てて楽しい、楽しいんだろうね。もしかしてまだ自分が死なないとでも思っているんじゃないのか。でもさ、生配信者ってもっとね、スパチャだけでそれぐらいもらえるわけじゃない。あのね、本当にやべえ話してる時にお前ぎじれなよ。奇数でぎじったね。今日2回目の疑似ダメくせー、シンジまで行かないでしょ、当たんねえから。旧シングル5個、どうす、ダメじゃん。エヴァンゲリオン発進、短期発進でもない。うん、とっとと終わらせ。なんで今日2回目の記事が6時半に、夕方6時半にやっとくて、こんなんなんだ。あ、ちなみにここの金カットインは外れるんで注意してくださいね。シンプルのチャンスアップは大当たり濃厚だけど、もちろん前作同様金カットインだけは外れます。これ言っとかないと多分ね、金カットイン外れましたってコメント来そうで怖いから。11万円目、これクリスマスイズムに11万円も負けてる。同情されたいの俺は。パーン、はい、もう一度パーン、はい、ハマリパーン、はい、3倍ハマリ、はい。ジャイロ技研の動画がもっとつまんなくなっちゃう。12万円目、もうスマパチ嫌だ。あれさ、よっしゃ、来たぜ、来た、来たぞ、来たぞ、来たぞ。アポロになりました。さあ、リラックス1でいいんだけどね、止まるの。ちょっとシンジまで一回行ってくんない。お、いた、母さん、あちら、しかも8、当たりに絡みやすい8、軍とか初号機背景とか。嘘でしょお前、嘘でしょお前、やった、なんもねえんだけど。リーチ後に強いのない、テロップも白い、短期発進じゃない。あ、一応でもバトルだ。え、マジで言ってる？初めてのリラックスステップ5よ。覚醒ルート見せて、覚醒ルート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 、
マリチ来ちゃダメだよ、助けに来ないでよ、もう俺のライフはゼロなの、もう許して、マジで許して、マジで許して、マジで許して、もうね、外れたらマジでみんなさ、俺口座を晒すから、スパチャくれ、リアルで、リアルで振り込みお願いします、マジで。あ、やべ、ここか、ボタン、もう勝手に出てよ、勝手に、どうせ外れると339。よし、リーチ目、60回転以内に当たる。339だもん、339が出た。あー、でも生配信だといいよね、こういう時もみんなが慰めてくれるんだよな。羨ましい、同情もされる、スパチャは投げてもらえる、再生も取れる。クソハマった方がいいんじゃないの、生配信者みんな。なんでそういう話をするとお前は出るの、お前今嫌がらせだよね、絶対に。さっきまで心死んでた中で何にも喋んねえで、今嫌な話したらこんなことしようって、こお前ほんとぶっ壊すよ。5、母さん、しかも2のシングル、2のシングル、下段じゃないけど、通常当たりくせえけど、頼む、な、軍とか初号機開けとか、あー来た、ありがとうございます、ありがとうございます。あー、当たった、もうこれは当たった。もう400超えたらリーチ後にもう軍か初号機か礼拝家でなきゃダメだわ。ほんと CG エヴァリーチで当たるの多いね。ちなみにノーマルモードだったらテロップ赤じゃないとやばいです。はい、 OK、 これ多分ノーマルモードだったら赤テロップで、赤ボタンから AT フィールドだったと思います。はい、大当たり、ドーン。あー、セックスして、117,500円で許された。疲れたよ僕。ちょっと6からってことはこれ 2に止まるってこと、6からってことは2に止まるってこと、違うの、本当にシトン、ツコン、やったね、やったね、チャンスタイム突入。よし、時短引き戻しはデモ出し、一旦落ち着けた方がいい、一旦置いとこう。お手洗い行きたい。さあ頼むで、よし、ここで最後、この辺りが我らとの最後の別れになるんで、ここでみんなにクイズ。シークバー進めちゃダメよ、あ、リーチだ、この時短で引き戻せるかどうかかけようぜ。だが断る。もう少しロング滑りしてくれるのよかったんだけど、やり出ねえかな、これでもお前のち、行こう、本当に来たぞ。あの、にぎやかだからどうっつったら、リラックスだよね。今回のやりぎじの後は必ずリラックスっぽいですね。5、おおおお、母さん、45、おっしゃーおっしゃー、本当に引いたったぞこの野郎。セリフはしろか。で、これあのマリに行ってほしいです。マリだと思います。あ、CG か。で、あのバトルに行くと思ったんで、まあ当たってるでしょ、当たりですね。バトルのマリの場合、初号機と同じで手前の図柄対象に なるんですよね。だからマリに行ってほしいって言ったんですけど、はい、俺の勝ち。あー、震えろ、マジで言ってる。135、はい、お疲れ様でございます。投資が117,500円、回収1890個。このね、一箱持ち帰るってのは本当に大事なんじゃないかなと思ってね、持ち帰ることにしました。てか心が折れました、すいません。はい、まあ俺去年だから一昨年イヤスゾおっちゃんにカメラ任せて転がったんですけど、転がるのはできるんですよ。本音を言えばもう転がってうわーってやりたい、転がりたい、ほんと転がりたいけど、転がったら負けだと思うんで、そこはね、意地を見せてやりたい。みんな見たいでしょ、俺が転がってグワーってやるの。誰がやるかボケーつというわけで、ここからね、みんなが待ち望む動画がどんどん出来上がるかもしれないけど、この後も見てくださいね、よろしくお願いします。ではまた次回、さよなら。
転がらねえよ、転がらねえよこの野郎、うるせえなこの野郎。だからこれがパチンコってやつ、わかる？あの流れで瞬発なわけがないんだって。流れをつかめないからみんな負ける。俺負けてるな。で今つながりつかんでるでしょ。手も立ちしないよ、これ来たから。